さて皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。ジャガー初めてのピュア EV アイペースの試乗会に九州にやってきました。最近 SUV の販売も好調なジャガーなんですが、このアイペース全く新しいパワートレインを手に入れたということで非常に楽しみです。一緒にチェックしてください。はい、それでは乗り込みたいと思います。このようにですね、今ちょっともう開いちゃってる状態なんですけれども、このドアノブが格納されていて、そして、ちょっとこう引き上げを持って近づくと開くみたいな状況のようです。いや、こんな感じになっています。いや、綺麗ですよね。やっぱね、高級車っていう雰囲気がムンムンと漂う、そんなコックピットになっています。で、もう乗った瞬間にですね、運営の皆さんが昨日の夜頑張ってくれて、充電 91%、 航続可能距離はなんと401キロというふうにデフォルト、今のね、充電状況ではなっていますよね。で、この車体をこんな風に、こうちょっと充電のね、電池の残量値をうまくデザインにしていて、ちょっとスタイリッシュな感じになっています。はい、ステアリング周りも非常にシンプルです。タッチ式のボタンになっていて、この動的ボタンと、それから黒い部分が、タッチセンサー的に使えるというふうにもなっています。で、今回ですね、メインのナビ画面と、それから下の方に小さい画面がついていて、上の方で車両設定とかナビ関係が見れて、下はエアコンなど、という風になりました。それから、ここですよね。ドライブ、ニュートラル、そしてリバースとですね、操作系がここにシフトがね、集約されました。そして真ん中は穴開いていて、奥にね、ちょっとフロートしたような、浮いたような感じのデザインになっていて、物置としても使えます。で、あとはですね、やはり、その、AWD という利点を生かして、実はオフロード走行にも、使えるような本格派 SUV となっているのが今回の iPace なんですけれども、はい、こんな風にですね、走行モードがここで変えられるようになっています。はい、というわけでね、非常に美しいこの iPace。他のね、F-Paceなどとも少しコンセプトを似せているんですけれども、やはり電気自動車らしい、先進性も兼ね備えているという感じです。で、なんと、じゃーん、わかりますかね、でっかいガラスルーフが、うわー、これ私の真上まで入っていて、ホテルの屋根がはっきり見える。明るい。スタートボタンはこちら。やはりね、電気自動車ですから無音でスタートをします。スタンバイ画面はこんな感じ。任意に設定もできるみたいですけれども、トリップとか、それから、充電ね、どれぐらい残っているんですかみたいなこともこちらにもちろん表示されます。はい、そして、ナビはこんな感じになりました。これね、めっちゃ綺麗なんですよね。プレビュー。電話番号、現在地こんな感じと、はい、非常に美しいですよね。それぞれプロファイル作れるんですね。あれはい、こんな風にですね、目的地とか、それから周辺施設お気に入りなんかがナビメニューの中に入っているんですが、これベラールとかもね、こんな綺麗な感じになってるんですけれども、やはり、今の世代のこの SUV は、インフォテインメントの美しさなんていうのも、ユーザーの心をつかむね、一つの大きなファクターになるんじゃないかと思います。で、これがですね、下の画面とこういう風に連動していて、電話機接続とか、こういう風にもね、こちら表示されるようになっています。2画面表示、本当に美しいですね。で、このね、デジタルなんですよね。このエアコンも、はい、暖かくしたら赤く、涼しいのは青くと、綺麗。こういうのはね、毎日触るところですから、綺麗だとね、とても、所有欲を満たされる、そんな部分でもあります。
はい、そしてですね、先ほどエンジン、オフの状況だとここ真っ黒だったんですけれども、エンジンじゃないわ電源をオンにするとこんな風にですね、これもこう浮かび上がってくるんですよね。はい、これステアリングヒーターだったりとか、まあマレーンキープだったりとか、でこの辺はあれですよね、クルーズコントロール系ですね、追従系ですね。でそしてこっちがですね、例えば電話だったりとか、それからボイスコマンドだったりとか、まあ、ボリューム上げたり下げたり、そういうのがこう表示されるようになってます。でこれもこういうところはね、ステアリングを握りながら、片手で操作できるところですから、まあ、非常に利便性も高くかつ美しいという感じですね。これライト系がねオフされるともう全くそのブラックになってですね、非常にシンプルに見えるっていうのもやはり、演出としてはですね、素晴らしいデザインになっているんじゃないでしょうか。でそしてオーディオもメリディアンのものがついています。美しいですよ。はい、後部座席です。広っ。今回ですね、この電気自動車っていう、こうパワートレーンのおかげで、まあ、センタートンネルがですね、プロペラシャフトがなくなったので、非常に車内空間を広く取ることができたという、まあ、パッケージになってますけれども、ちょっとこうね、ちょっとだけ、少しだけ段差はあるんですけれども、まあまあ、そんな足入れは非常にいいです。で、まあ、こういうふうにですね、後席にも、こう、エアコンのね調整のボタンがついていたりもして、まずねやっぱり、乗り出して思うのが、この電気自動車ならではのねワンペダルドライブが叶えられているということがですね、非常に印象的です。でこのワンペダルドライブなんですけれども、他のね電気自動車系と同じようにですね、アクセルペダル一つで、アクセルペダルを踏んだら前に進んで、アクセルペダルを離すとこう回生ブレーキがかかるというようなものになっていて、この iPace ではその強弱を選べるようになっています。で今この回生強めで走ってるんですけれども、この回生で強めで走っている時にね、ちょっとこうアクセルを戻すとかなりのグーというね回生 G がかかってくるんですけれども、これに慣れてしまうと、これね日産のノート e パワーとかリーフとかもそうですけれども、もうこれ以外乗れないって思っちゃうぐらいとっても便利で、今実はサーキット走行してきてちょっとヘルメットの跡がおでこについてるんですけれども、このね、サーキット走行の時にもすごく便利で、まあね、マニュアルトランスミッションからシーケンシャルになって、今ねレーシングカーも2ペダル化が間違えた、あそう2ペダル化が進んでますけれど、まさか1ペダルの時代がもしかしたら来るかもしれないななんていうね、気もさせるぐらいの新しい操作感になっています。はい、操作感なんですがジャガーらしく非常にクイックです。今コーナーをですね、ゆっくりと曲がっているところですけれども、こういう打の入り方ですね、一番最初にこうパッとこう打角を決めたら、その通りにこうスーッとこう、ね、鼻が入っていく感じ、とってもジャガーらしい素直な感じありますね。でやっぱり、電気自動車ですからバッテリーをフロアに敷き詰めていて、非常に車重自体はね重いんですけれども、この操舵感の軽やかさと、それから電気の瞬発的な加速のおかげでとても軽やかな印象を抱きます。でね、やっぱりジャガーといえばアルミブロックエンジンなんですけれども、今回のねこの iPace にももちろんアルミブロックを多用してあって、アルミだからねボディの四隅が重くないんですって。だから重いものを車の真ん中そして下の方にですね効果的に搭載することができたということで、非常に軽やかかつバランスのいいハンドリングを、叶えているということが発表されてますが、まあ本当にねそのプレゼン通り非常に軽やかかつフレッシュな感じもして、とてもね運転楽しいです。素直にわあ新しい車っていいな、新しいパワートレーンっていいなって思うぐらい、ちょっと今までのものと違いますよねやっぱりね。およそ、まあ、ホーム画面がこのような、まあ、本当にフラットな
かなりねガラスで私の顔が映り込んじゃうぐらい綺麗なものなんですけれども、まあ、ホーム画面がこうなっています。でこのホーム画面をスワイプするとマイ EV という項目が出てきますよね。でこれをタップすると、そうするとこのような画面が出てくるので、この EV 設定というところをタップします。はい。そうするとですね、クリープのオンオフもあるんですけれども、まあ、今オフになっているので、アクセルペダルを離している、まあ、ブレーキを離しても、前にゆっくり進み出したりはしないんですけれども、これをオンにすれば、まあ、クリープを作ることもできる。いらない人はオフすればいいと。で、この回生ブレーキの工程で、回生ブレーキの回生量を選ぶことができるということですので、ね、これも好みによってね、またはそのシーンによって選び変えるといいかもしれません。非常にね、簡単に変えられるんですが、まあね、もうちょっとこう、走行中に変えたい時とかもあるので、まあこういう回想ではなくて、まあ走行中ももちろん操作できるらしいんですけれども、あんまりその、シンプルではないので、すぐね、例えば、まあステアリングコラムなんかにあったらいいのになーって個人的には思っちゃいましたね。はい、それ以外にもですね、このサブディスプレイなんですが、まあ、このようにエアコンの画面が非常に美しく表示されていますが、まあ、このようにあのシートの、これシートヒーターですよね。これを熱いんで消しますけれども、選ぶこともできたりとか、はい、いろいろね、こういうふうに、設定を変えていくこともできます。はい。まあ、とにかくですね、この、パッド上のね、インターフェースは流行でもありますけれども、各社の考え方とか、それから使い勝手に対する、その、使わせ方というんですかね、ユーザーに使わせ方というかね、その、各社の考え方が一番反映されているところでもありますから、ちょっと面白いですよね。まあ、しかし、このジャガーのベラールから始まったこのシステムのやつは、本当にグラフィックが綺麗なんだよなぁと思います。スムーズだわ。これね、前回ちょっと私メルセデスベンツの EQC にも、まあ、以前、ノルウェーで指導してきたんですけれども、またちょっとね性格が違いますね。で各メーカーやはり面白いなと思うのが、ジャガーはジャガーらしい EV をやっぱり作るんですね。まあ、EQC に乗った時もメルセデスの EQC に乗った時もの非常に強く思ったんですけれども、まあその動力が電気に由来になったとしても、メルセデスベンツはメルセデスベンツだったっていうことにすごく感動したんですよね。でもどこがっていうと、本当に走りに対する方向性、まあ、ジャガーは本当にスポーティーで、またその速さということに、非常に、注力をしてこのアイペースを作り上げたということを言ってるんですが、まあ、いわゆる動力性能ですよね、こちらの方をジャガーらしくするということをですね、注力をされたというふうに言ってるんですけれども、メルセデスはね非常にコンフォートで、またそのしっかりとその車らしい手応えのある仕上がりで、本当にね各メーカーうわーそのうまいし難しかっただろうなっていうふうに思うんですけれども、そういうところがしっかり今後はですね、ブランドのフィロソフィーとして作り上げていかなければいけない、まあ、それがまあ一つその差別化ということでね、個性を作っていくという作業になっていくのではないかなというふうに思うんですよ。だからまあ電気自動車全然つまんないとか、やっぱりエンジンじゃなきゃ車じゃないみたいな人も気持ちは分かるんですけれども、まあ、こういうふうにですね、その車らしさ、またですね、そのブランドらしさということがはっきりと打ち出されてくるというのも今後の面白さだと思います。ですから非常に面白いんですけれども、パワートレーンとかそれからパッケージが先進的になっていけばいくほどブランドの原点に回帰していくっていうところもあるような気がしていて、まあ、これは私個人的な感想なんですけれども、まあ、そういうところがね、どういう味付けになっていくか、どういうその方向性になっていくか、各ブランドは自分のブランドらしさ、自分のブランドのストーリーなんていうのをこう今一度見直していく、そんな時期にも来ているような気がします。